グリーンザピー、どうもカンタです。皆さんはザ・ファーストテイクフェスティバルにて行われた梅田サイファーのパフォーマンスをご覧になられたでしょうか。これまで様々な名だたるアーティストが出演してきたザ・ファーストテイクフェスティバルに、なんとあの梅田サイファーが出演するということで、ツイッターや様々なメディアで話題になりましたよね。そしてパフォーマンスもめちゃくちゃぶちかましてくれましたよね。ただ梅田サイファーのメンバーって R指定さん以外正直誰なんだろうという方もいらっしゃるかもしれません。そしてファーストテイクの中でもペコさんが PV で顔なども一緒に覚えてくださいという風に言っていたので、今回はそんな顔と MC 名を一緒に覚えてもらうために、梅田サイファーのメンバーについて振り返っていきたいなという風に思います。今回はあまりにメンバーが多いので、ファーストテイクに出演した8名のみを厳選して紹介したいと思います。どのメンバーもとても個性があって面白いので、この動画を見てぜひ梅田サイファーの音源などを聞き漁ってほしいなという風に思います。チャンネル登録もよろしく。それでは行きましょう。まず最初に紹介するのが梅田サイファーの黒幕といえばこの男、パンクさんですね。梅田サイファーのメンバーというと、まず全員がバトルでの実績がとんでもないんですよね。もちろん音源でもそれぞれの個性を発揮されて活躍されているのですが、僕はバトルヘッズということで、今回はバトルの知識を多めに解説させていただければなというふうに思います。特にメンバーの中でもファンクさんは彼しか持っていない独特なユーモアセンスと圧倒的なリズム感で、他の MC を続々と蹴散らしていっていますよね。 UMB2017 では決勝でドタマさんに敗れてしまいますが、呂布カルマさんなどの強豪を倒していき見事に準優勝。そして UMB 春選抜では見事に優勝されるなど、フリースタイルでも類稀なるセンスを見せていらっしゃいますよね。ファンクさんというとギャグラップやユーモアセンスというところが注目されていますが、僕はリズム感とライムの精度が一番高い MC だなというふうに思います。梅田サイファーのデスプルーフという曲のファンクさんのリズム感は半端ないので、ぜひ聴いていただきたいなというふうに思います。またそんなファンクさんといえば UMB2014 での MC 松島さんとの再再延長にも及ぶ試合が有名ですよね。その後2人は仲良くなられて、2人で出されたワンハネハネのリミックス最強なので、ぜひ聴いてほしいです。ホラン千秋と十文字焼きでインフムのって本当にファンクさんだけですからね。次に紹介するのが梅田サイファーのムードメーカーといえばこの男、コペルさんですね。コペルさんというと R 指定さんの元相方として、もともとコッペパンというクルーで活動されていましたね。実はこのコッペパンというクルーですが、 R 指定さん、コペルさんに加え、バック DJ でこの後紹介するヘニータズさん、またペッペボムさんという4人で活動されていたみたいですね。彼の高い声はどの MC よりも梅田サイファーの中で耳に残るかなというふうに思います。梅田サイファーって気づかれていないんですけれども、なかなか低い声の方が多い中で、コペルさんの高音がより一層際立っているかなというふうに思います。そして意外な事実をもう一つ伝えると、 R 指定さんが有名になる以前からコペルさんは若手の MC としてフリースタイルがうまく、様々なバトルで爪痕を残していましたね。 B-Boy Park Under-22 の MC バトルで優勝されたりというか、あまりコペルさんというとバトルが強い印象のない方もいらっしゃるかもしれませんが、即興でもめちゃくちゃスキルフルなラップをされていますね。また最近はビートボクサーの一世さんと共にコラボされていて、一度僕もライブを拝見させていただいたことがあるんですが、一世さんの即興で作るビートの上に乗っていた赤ペラのラップがめちゃめちゃかっこよかったですね。コペルさんというと僕の中で好きなバトルといえば、ファンクさんと戦った戦国11章での戦いですね。あの時はですね、 DJ もペコさん、そして対戦相手もファンクさんということで、梅田サイファー勢揃いだったわけですが、その中でドエスなビートをかけるペコさん、最高でしたね。そしてそれに乗りこなす2人ということで、非常に印象的なバトルだったなというふうに思います。3人目に紹介するのが梅田サイファーの大黒柱といえばこの男、 KG さんですね。 KG さんというと誰よりも梅田サイファー、そして大阪という街を愛している男だなというふうに思います。 KG さんはもちろんラッパーさんとしても活躍されているのですが、それに加えてビートメーカーおにぎりとしても活動されており、自分で作ったビートで曲を何曲もメイクされていますね。 KG さんというと白シャツにジーパンという姿が非常に印象的ですよね。彼の素っ裸な言葉というのは本当に胸に突き刺さることが非常に多いですね。個人的に UMB2019 で優勝された後に出された勝ち続くという曲では、 UMB に臨む KG さんの苦悩が語られていて、大阪4枠欲しいねんという回のリリックには本当に食らってしまいましたね。それだけ大阪という都市を一番考え、誰よりもライブをされている、そんな MC が KG さんですね。最近は日本一周をされているみたいで、様々な都道府県に伺っているようです。また梅田サイファーの中で様々な活動を起こしているのも KG さんであり、ペコさんと共に8時間耐久日本語ラップのイベントを行ったりであるとか、一度活動休止状態にあった梅田サイファーを再開させたのも KG さんだと言われています。いや本当に KG さんがいなければ、梅田サイファーがここまで大きなチャンスをつかむことも、また梅田サイファーが現在のように皆さんの耳元に届くこともなかったのではないかなというふうに思います。マジでかっこよくて僕はリスペクトしている MC の一人です。そして4人目に紹介するのが梅田サイファーのワイルド枠といえばこの人、インフムゴリラこと KBD さんですね。 KBD さんというと梅田のインフムゴリラとも言われているぐらいに、インの硬さ、そしてインのフレーズの面白さに長けている MC ですよね。実は梅田サイファーの中で一番最年長の MC であり、
25歳からラップを始めたという異色の経歴の持ち主でもあります。それまでは様々な武道などをやられていたそうですね。また KBD さんのラップしている時の姿はミステリオさんに真似されるなど、なかなか面白い一面も持っています。とても優しい先輩であるということは間違いないみたいです。 KBD さんを語る上で欠かせないのが、常人では考えつかないような韻ですよね。 R 指定さんがオールナイトニッポンで語っていた魔性の女橋本まなみ、マンションオーナー有野と渡りは伝説ですよね。他にもマジでハイから引用すると、ライミンしてスーパーダンガンロンパー、ワイに引き出すすっぱだかなローバーという韻が、どこからこんなの思いつくんだっていう感じで非常に効いていて面白いですよね。またバトルでシンペータさんに入った何が千バズル、雑魚には絶対解けへんパズルなんていう踏み方も、なかなか難しい踏み方してますよね。この韻に対する徹底的なこだわりが KBD さんの今の魅力を生んでるんじゃないかなというふうに思います。即興でこれ出てくるってやばいっすよね。次に紹介するのが、梅田サイファーの奇才といえばこの男、テイク M さんですね。テイク M さんというと、最近では丸いサングラスをかけられており、すごく個性的なビジュアルをされているあたり、本当に才能に溢れまくっている方なんですよね。圧倒的なリズム感、そして他の人には真似できないような多種多様なビートアプローチを誇る梅田の奇才ですね。トラボルタカスタムではフックなどを担当されており、彼の自由奔放で型にとらわれないスタイルが爆発していますよね。また梅田サイファーとしての活動以外でも、 R 指定さんやノリキオさん、アクロさんと共に出されたそれじゃ無理という曲でのテイク M さんが爆発しているので、ぜひ聴いてほしいなというふうに思います。またテイク M さんはもちろんラッパーとしても活動されていますが、デザイナーとしても活動されており、 T シャツやパーカーといった様々なものを販売されています。とにかくおしゃれすぎるラッパーさんですよね。またバトルにも出ている回数は少ないですが、 UMB2015 の大阪予選では準優勝されるなど、彼にしかできないビートアプローチはバトルの現場でも心を掴んでいるようです。個人的には内科 MC さんとテイク M さんの試合が隠れベストバウトなので、皆さんに見てほしいなというふうに思います。梅田サイファーの中で誰よりも自分の世界観を持っている男、今後も活躍に期待したいです。次に紹介するのが、梅田サイファーの金髪イケメン枠といえばこの人、ペコさんですね。ペコさんというと、本当に天は難物を与えたんだっていうぐらいにマルチな才能を持たれている方ですよね。ラッパーだけではなく DJ やビートメーカーまでこなすマルチな才能を持っています。 UMB にラッパー、そしてバトル DJ として出場されたのはペコさんだけですからね。本当にどんなことでも器用にこなしてしまうイケメンすぎる MC だなというふうに思います。MC バトルの方でもフリースタイルダンジョンでハンニャさんに到達され、ハンニャさんに対してのリスペクトを込めたベストバウトを繰り広げたりであったりとか、 UMB2012 ではファンからの投票によって出場されたりもされています。ペコさんというとタイトなリズムキープ、そしてヒップホップに対しての愛が伝わってくるバースが特徴的ですよね。ペコさん自身も、自分自身は悪でもないので、ヒップホップに対する悪自慢をバースでする必要はないという風な持論を持たれているそうです。またペコさんというと日本語ラップオタクとしても有名で、10万曲以上の CD があるとかないとかっていう風に言われています。いや、実際に僕も日本語ラップ8時間待機お邪魔しましたけど、約 2,300 曲を常に繋ぎながら流し続けるという超絶神テクニックを見せていましたね。梅田サイファーを様々な面から支える、梅田サイファーの屋台骨的な役割をしているのもこのペコさんかもしれません。そして次に紹介するのが、梅田一ラップが上手い男といえばこの男、ケニーラズさんですね。ケニーラズさんというと、もともとドイケンさんという名前でラッパーとして活動されていましたが、途中からケニーラズという名前に改名されたそうですね。先ほどケニーラズさんのことを梅田一ラップが上手い男と紹介しましたが、ケニーダズさんは最初 DJ として活動されていたんですね。先ほども紹介した R 指定さんとポペルさんがラッパーとして活動されていたクルー、コッペパンのバック DJ を担当されていたみたいです。その後梅田サイファーの仲間に触発されラップを始めて、結果的に梅田サイファー一ラップが上手いスキルフルな男になっていますからね。そのスキルフルなラップスタイルは見事にフリースタイルでも爆発しており、 UMB2013 の大阪予選ではベスト4にまで残り、 R 指定さんとの激闘を繰り広げました。いや、梅田サイファーの面白いところは、DJにペコさんがいることで、 DJ そして2人のラッパーが全員梅田サイファーによってのバトルというのが何回も起こっているところですよね。 UMB2014 でのベスト4での KG さんと R 指定さんの試合も、 DJ がペコさんだったことによって、後ろのペコさんが一番上がっているという情景が非常に感動的だったのを覚えています。ケニーダズさんのスキルが爆発している曲といえば、ケニーズブートキャンプですね。彼のどこでリズム取ってるんだっていうスキルが爆発しているので、ぜひ聴いていただきたいなというふうに思います。また最近ではビートメーカーとしての活動も再開されているそうで、リズム展開一武道会のビーツを作られているのもケニーダズさんですね。バトルから梅田サイファーを知った人は、ケニーダズさんの凄さをまだ気づいていない方もたくさんいらっしゃると思うので、ぜひ一度音源を聞いていただきたいなというふうに思います。そして最後に紹介するのがこの男、梅田サイファーのエースといえばこの人ですね、 R 指定さんですね。 R 指定さんというと、皆さんご存知の通り UMB2012、2013、2014と3連覇された絶対的なエースですよね。これは MC バトルの絶対的なエースという意味でもあり、梅田サイファーの絶対的なエースという意味でもあります。
最近ではクリーピーナッツとして様々な地上波のテレビに出られたりであるとか、ジャンルやメディアにとらわれない活躍をされていますよね。梅田サイファーがザ・ファーストテイクに出られるほど全国の注目を集められるようになったのも、この R 指定さんの活躍が大きかったのではないかなというふうに思います。梅田サイファーの曲の中では太なる部分を歌うことが多く、ザ・ファーストテイクではそのまま口から音源というレベルの歌唱力を見せつけていましたよね。そんな R 指定さんですが、梅田サイファーに参加した当時はなかなかその雰囲気に馴染めなかったそうで、パンクさんがめちゃくちゃ怖かったというエピソードも語っていたりします。ラップ以外一言も喋ってくれなかったみたいですからね。パンクさんがそれ怖いっすよね。何より彼のバトルでの活躍、そして音源での活躍が梅田サイファーの他のメンバーの背中を押しているということは間違いないみたいです。今後もクリーピーナッツ、そして梅田サイファーとして活躍されていくみたいなので、梅田サイファーのメンバーとして、そしてクリーピーナッツのメイン MC として今後もどのような曲が聴けるのか非常に楽しみです。というわけで、梅田サイファーのザ・ファーストテイクに出られていた8名のメンバーを紹介しましたが、いかがだったでしょうか。ペコさんがこの間のファーストテイクで言っていたように、顔とメンバーの名前が一致することができたでしょうか。もしかしたらこの動画で覚えることができないかもしれないので、そんな方はぜひ梅田サイファーの様々な PV を見てほしいなというふうに思います。何よりこのザ・ファーストテイクという機会で皆さんの目に梅田サイファーが触れたと思うので、これを機に梅田サイファーに皆さんがハマってもらえたら一番嬉しいなというふうに思います。僕自身もね、背中を押されたアーティストでもあるので、今後の活躍にも期待したいです。そしてカンタのなんだかんだでは、ヒップホップの面白さをより身近な存在にしたい、そんなコンテンツになってほしいと思い、毎日18時に動画を投稿しております。ぜひチャンネル登録をして次の動画をお楽しみください。今回は梅田サイファーを初めて見た方のためにということで、かなり急ぎ足で紹介しましたが、皆さんの高評価が多ければ梅田サイファーのそれぞれの曲を解説した動画なども上げたいと思っているので、ぜひ高評価の方もよろしくお願いします。ということで次の動画でお会いしましょう。それではまた。梅田サイファーにはね、本当はもっとたくさん紹介したいメンバーがいるんですよね。テラさんであったりとか、てっぺいさんであったりとか、そして何よりも奇抜なタマコーさんであったりとか、本当にたくさん紹介したいメンバーがいるので、ぜひ皆さん音源を聞いていただきたいなというふうに思います。バトルしか見てない人マジで聞いてください。本当に梅田サイファーはおすすめです。